太陽の汗、月の涙。その昔、インカの人々の間で太陽の汗は金を意味し、月の涙は銀を意味していました。それは南アメリカの富の象徴でした。人は一生の間にどれほどの汗を流し、どれほどの涙を流すのでしょうか。その汗と涙の量は人の心の中の富、つまり幸せというものと深い関わりがあります。ここはペルーの首都リマにある地下墓地です。南米人の10人のうち9人までがカトリック教徒として洗礼を受け、一生を生き、そして埋葬されています。南アメリカでは教会は人々と深く結びつき、切り離すことのできない存在になっています。この5世紀の間、カトリック教会は南アメリカの人々の汗と涙を見つめ、その心の中の富に大きな影響を与えてきました。しかし、そうした教会と人々の関係はこの先も同じように続いていくのでしょうか。私はそれを探ってみたいと思うのです。南アメリカの教会に行くと、そこに集まる人々の真面目さ、ひたむきさがよくわかります。人々の表情からは教会に対する献身的な態度と、また教会が持つ絶対的な支配力がうかがえます。しかし、その一方で南アメリカにおけるカトリック教会の存在を脅かすような出来事も確かに起こっています。これまでのカトリック体制に反抗する神父たちの活動、アフリカの神々に対する根強い信仰、さらにカトリック教徒を次々に改宗させているライバル教団の存在、こうしたことが今教会にとっての試練となっています。南アメリカのカトリック教会の歴史は16世紀に始まります。スペインのコンキスタドール、つまり征服者たちがこの新大陸に初めて足を踏み入れた時、すでに神父を伴っていました。十字架は征服者の剣とともにこの地にやってきたのでした。残忍な征服者として知られるフランシスコ・ピサロはこのリマの教会に葬られています。彼が率いる軍勢がインディオを虐殺した時も一人の神父が伴われていました。